ウィーク TV をご覧の皆さん、こんにちは、ベニです。3月21日にニューアルバム、カバーズをリリースします。今回はタイトル通り、カバーアルバムになってまして、私自身初めての挑戦なんですけども、今回のテーマは男性ボーカリスト、日本の男性ボーカリストのみで選曲をしまして、それをさらに英語に訳詞をして、全部英語で歌っているイングリッシュカバーアルバムになっております。とにかくヒット曲満載で、もうみんなが知っている、もう本当に誰もがこう馴染みのあるような、すごく素敵な曲たちが集まって、さらにそれをこう、ベニらしくカバーをさせていただいて、すごく新鮮な一枚になっているので、皆さんにぜひ聴いてほしいなと思います。その中でも今回、初めてカバーをされるらしいんですけど、EXILE さんの TIAM という曲をカバーしてて、そのミュージックビデオなども作ったりとか、すごく、また新たな世界観というか、ベニらしいティアムができたんじゃないかなと思いますので、そちらの方もぜひ、見てほしいなと思います。そんな私ベニなんですけども、本当に昨日、全国ツアーで新潟でライブをしたばかりなんですけど、ライブハウスツアーのファイナルでもあったので、ものすごく熱くて、本当に盛り上がった、ライブになって、すごく毎回新潟に来るとき、いつもいつもみんなもう本当に温かく迎えてくれるので、また新しい、最高の思い出ができました。またすぐ来れるように、頑張ってきますので、今後とも応援よろしくお願いします。皆さんぜひ、3月21日カバーズをチェックして、ください。そしてそれ以外の情報はオフィシャルホームページだったりブログなどもやってますので、そちらでゲットしてください。ということで、最後に新潟ウィーク4月6日号発売後に私のインタビューが掲載されるので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。ということで、ベニでした。バイバイ。